こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、セールで買っていい服、ダメな服というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあそろそろですね、皆さんもセールがですね気になる時期かなと思います。年末年始に関してはですね、やっぱりお洋服の値段がぐっと下がるので、まあ皆さんもきっと楽しみにしてるかなと思うんですね。しかも最近はお洋服がですね全体的に値上がりしているので、まあなかなか定価で買いづらいよねという方も少なくないかなと思います。まあそんな時にセールの存在というのはすごくありがたいんですが、一方でやっぱりセールでの買い物というのは失敗する可能性も非常に高いんですね。ですので僕もこれまで書いてきた書籍の中でも、セールはなるべく手出さない方がいいですよということをお伝えしてきたんですが、やはりですね時代も少しずつ変わる中で、まあ服が高いのでうまくセールを使いたいという方はもう少なくないかなと思うので、今回の動画の中ではなるべくですねセールで失敗しないためにこういった服は買わない方がいいですよとか、このあたりは買った方がいいですよというところをですね明確にお伝えしたいなと思っていますので、ぜひ完全保存版としてですね冬物のセール、また春夏セールなんかの時にも今回の考え方非常に役立つと思いますので、よかったら最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですねセールで買っていい服、ダメな服ということで皆さんに具体的にですね動画をお届けしたいなと思ってるんですが、まあそもそもですねバーゲンセールってどういうものなのかというところからまずは軽く触れておきたいなと思います。まあ定価で売られてる商品からですね割引をして買いやすい価格帯になってるのがいわゆるセール品という形になるわけなんですが、今は季節的には冬ですよね。そうなるとですね冬のセールに並ぶ商品というのは大体ですね夏の終わりぐらいから秋物が出てですね、冬になる前からですね、冬物が展開されてきていまして、まだまだ冬の寒い時期はこれからなんですけども、12月の終わりからですね、1月、2月ぐらいまで、この秋冬物の中で、売れ残ったものですね、売れなかったものの価格が下がることで買いやすい価格帯になるのが、まあ、バーゲンセールですよね。このように価格を下げることでなるべく在庫の量を減らしてですね、新しい春の新作をしっかりと並べるスペースを設けるためにこういったバーゲンセールが行われるわけなんですが、この部分をですね理解するとセールの商品というのは、まあ、ある程度ですね鮮度が高くてめちゃくちゃ売れ筋のものが残ってるというよりは、やっぱりそのシーズンの中である程度例えば色がちょっとエッジが効いていたり柄が強かったりだとかデザイン的に特徴的でなかなかですね多くの方には買っていただけなかったものだとか、あとはですね結構ベーシックで使いやすいんだけども量を作りすぎてしまって余ってしまったりだとか、まあそういった理由でその季節のアイテムがお求めやすい価格で買えるのがセールになってくるのかなと思っています。まあセールイコール売れ残りの商品なのでなかなか良いものがないですよというのがですね、まあ分かりやすい主張ではあるんですが、まあちょっとそう言い切ってしまうのもですね解像度が低いかなと思うので、まあ今回はですねちょっと2つの視点からこのセールを考えていきたいなと思ってるんですね。まあ僕自身の中にもですね2つの側面がありまして、1ファッション好きの側面もありますし、まあ YouTuber としてですね、まあ多くのファッション初心者の方にですねなるべくベーシックで使いやすいアイテムをですねお伝えする立場という2つの側面を持ってるんですね。まず1服好きの僕からするとですねバーゲンセールで服を買うかというとそんなに買うことは多くないんですね。これなぜかというと、実はですね今まさに冬のセールが始まる時期ではあるんですが、これぐらいの時期って冬物のセールとそれと同時にですね春物の新作が入ってくるタイミングでもあるんですね。今まさに冬なのに春物かよと思うわけじゃないですか。まだまだ春が遠いんですが、それでも新作というものが入ってくるわけなんですね。おしゃれがめちゃくちゃ好きな方っていうのは早い段階からその季節のものをチェックして購入するので、冬物にですねもう見飽きてるわけなんですね。それと同時にセールの始まるぐらいのタイミングに春物の新作が入ってくるので、こっちの方にですね目が行くわけなんですね。でこのシーズンの立ち上がりというんですが、最も早く春物が入ってくるタイミングにですね結構素敵な服があったりするんですね。シーズンの後半よりも前半戦の方がやっぱり魅力的な商品があるんですね。なのでそういったもの
ものを服が好きな人は狙うので、早い段階で季節の買い物が終わっていて、まあ、バーゲンセールにですねすごくデザイン性が良くて掘り出し物が見つかるということはまあそこまでないんですね。ちょっとエッジが効いてるんだけどもめちゃくちゃ素敵だなっていう服はやっぱり早い段階に売り切れてしまうので、服が大好きな人にとってはバーゲンセールって意外と魅力的に映らないことも少なくないかなと思います。一方で僕自身もですねこうやって YouTube を発信しているわけなんですが、おしゃれ初級者から中級者の方におすすめできるような割とこうベーシックで使いやすいようなアイテムであっても結構量を作りすぎてしまって売れ残ってしまった、そういったものがセールにかかってたりするので、結構ですねバーゲンセールの中でもベーシックで使いやすいものもピンポイントで探せば結構あるんですね。まあ、僕は個人向けのスタイリストとして15年間ぐらい活動していますが、意外とセールの季節もですね良いものを見つけようと思ったら全然見つけられるので、これうまく使うのも全然 OK だと思います。ものすごく素敵なものというのは残ってないけども、リアルに使いやすいようなベーシックとトレンドを程よく混ぜたものは結構見つかるので、バーゲンセールはうまく活用した方がいいと思っています。ただバーゲンを活用するにもちゃんと自分の中での軸を持ってないと失敗する可能性が非常に高いので、ここからはバーゲンセールのうまい活用の仕方を皆さんにお伝えをしていきたいなと思っています。まず大前提として、服が大好きな方は僕はバーゲンセールで掘り出し物を探すということはまあそんなに頑張らなくてもいいのかなと思っています。これもバーゲンセールであってもアウトレットの買い物であってもそうですね。結構僕もアウトレット大好きでいろんなとこ回りますけども、本当に一ファッション好きとしてアウトレットで商品を見ていてももうすんごい驚くような素敵な商品に出会えることはまあほとんどないですね。やっぱりある程度売れ残りという側面もあるので、やっぱり本当に素敵な服は服が好きな人が買っちゃうんですよね。なのでそこまで残らないことの方が多いので、まあ期待はしてないんですね。なのでおしゃれが好きな方はバーゲンをスルーして春物の新作だとかそういったものに照準を合わせた方が僕はいいんじゃないのかなと思っています。一方でおしゃれ初級者から中級者の方であればバーゲンセール大いに活用していただきたいなと思うんですが、まあバーゲンで残るものの中にはやっぱりですね色がちょっとどぎついものだとか柄が強いものだとか、まあ、デザイン性凝ったものがあったりするんですが、まあそういったものもついつい 40% オフとかになってると買いたくなっちゃうわけですね。まあセール価格になってんだからたまには冒険するのもいいかなと思って買ったりするんですが、そういう買い物は結構失敗します。まあ、やっぱり安くなってるから買うっていうのは一番危険な買い物の仕方なので、ここは避けておいた方がいいかなと思います。狙うべきなのはベーシックなところを抑えつつトレンド感も程よく混ぜたようなリアルに使いやすいアイテムなんですね。このあたりを狙うということをまずは頭の片隅に置いていただければなと思います。そしてバーゲンセールで買い物をする前に事前にやることがあるんですね。特に今は、まあ、年末年始のタイミングになってくるので、まあ、ぜひ皆さんに行っていただきたいのはクローゼット整理、断捨離なんですね。これとバーゲンセールをセットにすることがめちゃくちゃ重要なんですね。まずはクローゼットの中を開いて、まあ、この1年間であんまり着なかった服ですね、1年間を通して着なかったものはどんどん手放すようにしてください。そうするとクローゼットの中がかなりコンパクトになります。そうなるとですね初めて今の自分に足りてない服というものが分かってくるかなと思うんですね。例えば具体的に言うとですね、僕の中ではちょっとカラー系のニットが少ないなとか、そういったことが分かったんですね。まあ、特にですねこの YouTube で撮影をするときに皆さんにですねいろんなコーディネートをお見せするわけじゃないですか。そうなるとやっぱりアイテム数が少ないといつも同じような着こなし方になってしまうので、ちょっと買い足したいなっていうのもあったりするんですね。まあ、カラーニットちょっとロイヤルブルーとかないなとか、あ意外とブラックのニットがないなっていうことが分かるわけなんですね。これクローゼット整理をすることで初めて自分にとって足りないものが分かるんですね。この足りてないものが分かったら、まあ、紙に書き出すのでもいいですし、携帯のメモ帳にですね書いておくのもいいかなと思います。まず必要なものをしっかりと把握した上で初めてセールに行くんですね。で個人的には僕はですね売り場に行くよりはオンラインで見る方がかえって分かりやすいんじゃないのかなと思ってるんですね。これなぜかというと売り場に行くとですねものすごい物量の服があるので、その中から自分が欲しい
しいものをですね、ピンポイントで見つけるのってなかなか難しいんですね。他にもなんか魅力的なものがいっぱいあって、どれもこれも安くなってるので、本来の目的を見失って違ったものを買っちゃうってことが多かったりするので、僕はいきなり売り場に行くよりもオンラインで買い物をしたりだとか、オンラインで目星をつけることがまずは重要だと思うんですね。で、なぜオンラインをおすすめするのかというと、ある程度絞り込みができるからなんですね。例えば僕の場合、カラーニットが欲しいなというですね、一つの目的ができました。その上で色に関しては、まあロイヤルブルーとかが欲しいし、あとはブラックも欲しいなと思ったわけなんですね。まあそうなるとですね、インターネット上である程度絞り込みができるんですね。例えば、ジャンルで言うとトップスの中でニットという形で、しかもセール価格というところでフィルターをかけていけば、セール価格のニットだけがずらりと並ぶ状態になるんですね。そこからピンポイントで探した方が、はるかに目的のアイテムにたどり着きやすいんですね。これが僕はめちゃくちゃ重要だと思っています。そうなると、ある程度選択肢が絞られていくので、あ、ロイヤルブルーのニット、いいの見つけたっていうことで、そのままポチってみるのもいいと思いますし、あとは在庫状況を見て、実際に店舗に行って試着をして買うのもいいと思います。このように、まずは何が足りてなくて、何を買うべきなのかを明確にして、ピンポイントで探し出すということがすごく重要だと思います。それさえすれば、セールで失敗することはほとんどないんですね。なのでぜひ皆さんもこの方法を試していただきたいなと思っています。ちなみにその方法で僕がゲットしたのがですね、まさしくこちらのニットなんですね。はい、これビューティー&ユースで購入したロイヤルブルーのニット、そしてもう一つがこちらも同じくビューティー&ユースでしたね、ブラックのですね、あぜ編みのニットということで、このあたりはオンラインで購入をしました。僕はですね、なんだかんだでお店に行って購入することよりもオンラインで買うことが多いんですね。これなぜかというと、先ほどもお伝えした通り、お店に行くといろんな商品があるので、かえって迷ってしまったりしますし、そもそもお店に行くにも時間もかかるわけなので、労力もかかるわけなんですね。そのあたりは自宅にいながらもじっくりと検討できるオンラインショッピングというのも、僕は結構良い選択肢なのかなと思っています。で、ここでもう一つ超大切なことをお伝えしたいなと思ってるんですが、セールで買う時のお店選びなんですけども、今まで自分が買ったことがないところで通販で買うのはやめておいた方がいいと思います。そういうお店だとサイズ感だとか素材の雰囲気だとか、そういったものが予想しづらいんですね。一方でいつも自分がよく買っているお店であれば、大体のサイズ感だとか雰囲気だとかがイメージしやすいんですね。そういったところで買えば失敗が結構避けられるので、まあぜひ皆さんにも馴染みのお店で買い物をしていただきたいなと思います。僕の場合、 YouTube の撮影で使うもので言うとグリーンレーベルですとか、あとはビューティー&ユースもよく使いますし、あとはユニクロ GU、 このあたりもよく使います。まあよく使ってるお店に関してはサイズ感とか不具合に関してもイメージが湧くので、買えば買うほど通販での失敗率って減るんですよね。なので今回買ったこちらのロイヤルブルーのニットの色味もすごく良かったし、風合いも結構ですね、想像通りだったので失敗することもなかったんですね。まあ、このような形でピンポイントでアイテムを絞り込んだり、お店を絞り込んだりすると、セールの買い物の失敗率がぐっと減るので、まあ、ぜひ皆さんもこの方法で絞り込んでいただきたいなと思います。あとはあんまりですね、冒険しすぎない方がいいと思うんですね。セールだからちょっとこれ買ってみようだとか、セールだからちょっと明るめの色行ってみようだとか、それがちょっと行き過ぎた冒険だと、やっぱり着なかったっていうことも起きたりするので、そのアイテムがたとえ定価でも欲しいと思うかどうか、このあたりも含めて検討すると、まあまず失敗することがないかなと思うので、まあぜひこのような方法でセールをですね、有効活用していただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではバーゲンセールで買っていいもの、ダメなものというテーマでお届けをさせていただきました。まあ、結論を言うと、バーゲンセールでの買い物というのは注意が必要ではあるものの、結構ピンポイントで買い物すると良い買い物ができますよということなんですね。まあ、特に最近服が高くなっていますので、まあ、普段なかなか買いづらいセレクトショップとかでも 30% とか 40% オフになると割とトライしやすいので、まあ、ぜひ皆さんもですね、普段ユニクロ、GU、無印良品、グローバルワーク、このあたりで買ってる場合も、ちょっと頑張ってセレクトショップのオリジナルですね、このあたりを買ったとしても、
ある程度割引してると結構買いやすかったりするので、いいタイミングなのかなと思っています。で、まあある程度足りてない服というのを絞り出すということが大事なんですけども、そもそも何が足りてないのかわからないという方もいらっしゃるかなと思うんですね。まあそんな時にはぜひ僕の過去の動画を見ていただきたいなと思うんですね。冬物だったらアウターはこの2着だけあればいいだとか、トップスはこの5枚だけでいいですとか、あとボトムスもこの3本だけでいいという形で、それぞれのアイテムごとに鉄板のアイテムというものをですね、特集して動画にしています。それを見ていただければ、今何が足りてないのかというところも明確に分かってくるかなと思います。まあ、その動画と照らし合わせながら、今自分に足りてないものをセールでピンポイントで狙い撃ちする。これをやっていただければ、セールめちゃくちゃ使えると思いますし、僕もそのような形で結構今年のセールはガンガン活用しています。かつて僕はセールを否定派だったんですが、考え方が結構変わりました。戦略的に絞り込んでセールを使えればかなりいいと思いますので、ぜひ僕の動画を見ている方にとってセールは結構相性がいいと思うので、値下げ率に惑わされず自分の必要なものだけをピンポイントで集めてお得に買い物をお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルではこれからもですね、大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思っているんですが、普段の動画の中ではなかなか触れることができないですね、セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、あとはちょっとツー向けのですね、専門ブランドに関しては僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信をやっています。皆さんからいただいたご質問にその場でお答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方は動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて文章と写真ベースで、だいたい一記事あたりですね、2分ぐらいで読めるような分量でおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日お届けをしています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストだとか専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、様々な方向性の記事を読むことができるので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。